坂出市江尻町にある石垣坂出工場の壁面に午後7時から午後10時の時間、プロジェクションマッピングが映し出されているのをご存知でしょうか。浜街道からもよく見える第3工場の横66メートル、高さ19メートルの壁に映し出されているのは、こちらの工場の中で作られている孤液分離機という装置を表現したイメージ映像です。この装置は固体と液体を分離させる技術で、例えば浄水場で水を浄化させていく過程で沈殿した固体を焼却したりリサイクルする場面で孤液分離機が使われたりしています。一般の人たちには直接目に触れる機会はありませんが、上下水道など水インフラのところで社会を支え、国内外の水環境に貢献しています。孤液分離機の分野では石垣がトップシェアとなっています。その装置のイメージを楽しく親しみやすいアニメーションで表現しています。プロジェクションマッピングを石垣が行うのは今回が初めてです。これは当社のですね、企業の PR の一環でやってるんですけれども、その地域のですね、魅力の創出に、つなげたいというところもありまして、そういった意味では地域の、根ざした、当社のような企業のですね、活動を知っていただくこともその一つになるというふうに思いまして、今回のこのプロジェクションマッピングという形で、当社のやっている事業のですね、少し、それに関連するような動画ですね、流して、それを PR するということでやっております。当社はですね、上下水道の水インフラとかですね、産業分野に関する事業活動をしておるんですが、その中で当社の技術的なその技術の礎となっているところの孤液分離というものがありまして、これは固体と液体を分離するという技術となっておりまして、で、その孤液分離をですね、この動画を通してですね、いろんなものがその機械に入って、固体と液体、またその何かにこう分離されるという、そういう表現を今回その動画の中でやっております。当社もですね、坂出市で創業してもう66年になりますけれども、当社の活動も知っていただきながらですね、よりそのいろんな会社が地域にあるということを知っていただいて、またこの坂出市というところですね、愛着を持っていただければ嬉しいなというふうに思っております。坂出をもっと好きになってほしいと行っている石垣のプロジェクションマッピングは、6月30日までの毎日午後7時から午後10時まで1分間の映像を繰り返し映し出しています。